からすごくリクエストをいただいていた私の食事記録公開。テスト期間の土日の食事を2日間分取りました。テスト期間なのでその時はずっと机に向かっててあんまり活動的でなかったので食事そこまで多くないんですけど、例えば Q の撮影がある時とか、それ外に出た時とか、そういう時は活動量に応じてすごい食べる量が増えるので、今回の食事記録は活動量が少ない時の食事記録です。ではテスト期間で得しかもしれないですが、週末2日間の食事記録、それではレッツゴー。はい、朝ごはんです。朝ごはんはこちら、鍋でーす。昨日スーパーに行ったら鍋の材料みたいなやつが半額になってたので、ママがじゃあこれ明日の朝ごはんにしようっつって朝ごはんにしてくれました。ありがとうございます。私はこれとキムチを食べます。イエーイ、いただきます。ダメ、イエーイ。おや、ダメ。ありあり。Eat the love the merge. Other way. 夜ご飯は焼肉でーす。イエーイ。おでこがやばい。私はキムチを乗せて、うん、うん、うん、やっぱりお肉ですね。うん、うん、うん、うまい。野菜スティックもあります。コントロール生き返る。決めたの？うん、英語表現が無理すぎて、あ、置かれた。キムチを巻きます。うわ、絶対おいしい。アイバターを広げます。おー、いいですね。音がいいですね。あー、めっちゃいいね。ここにペン、パン、パン、これはパン、これはパン。焼きます。蒸し焼きが一番いいらしい、弱火で。蓋のサイズ合ってない。5分間らしい。蒸します。いってらっしゃい。うわ、びっくりした。はい、ひっくり返します。怖い怖い。ひっくり返す、いくよ。手が強かったんだな。ねえねえ。ねえ、5分って書いたやつ誰よ。これ閉めて。手が強かったんだって。一番弱いのね、やっぱ。本当に。おもろ。はい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 。え、なんかしぼんだ。1分25秒残し。あー、まあまあ。え、なんでなの。あ、でもいい感じじゃないかな。あ、ちょっと火が強いんじゃないの。え、弱、一番弱い火だよこれ。イエーイ、有機メープルシロップ、これ初。いただきます。この上の部分だけ食べる。うん、おいしい。うん、おいしい。ちなみにこれ卵液はラカントで作ったから、あ、おいしい。あ、これおいしい。うん、耳の方が好きかも。うん、うん、うん、焦げを残して食べてる。5分待つ。
はい。うわーナイス神。やっぱ持つべきものは親ですね。わー美味しそう。わちょうどいいちょうどいい。重ねてほしい、この辺。私このフレンチトーストの耳好きなんだよね、わかる？うん、ありがとう。いやプルンプルン、ありがとうございます。はい、朝ごはんです。フレンチトーストで、ぶどう。これはちょっと大きすぎるんですけど、こんなには食べません。あの動画じゃなかったらお箸とかで食べちゃってるんですけど、ちょっとナイフとフォークでいただきたいと思います。で、有機メープルでは、いただきます。あ、左手いただきます。うーん、これは美味しい。いや、 やっぱり時代はフレンチトーストだわ。おこ、やっぱちょっと焦げ目がついてる方が美味しい。やっぱ耳好き。うん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 。卵をいっぱい使ってるからタンパク質も取れる。最高。夕方でーす。私がなんか食欲がなくて、朝ごはんが多かったからかわかんないけど、でも朝ごはん食べる前から食欲なかったんですよ。なのに4枚切りの食パン1枚食べれたんで、まあそれは嘘だと思うんですけど、はい、ケンタッキーを買ってきてくれて、ママとりょうくんが。で、それはりょうくんがメインで食べたんですけど、なんか余分に買ってきたから、その分あんちゃんも食べていいよみたいな感じで出してくれてたので、そのこのなんていうの、クリスピーチキンあとポテトも食べる。で、クリスピーチキンは私的にトースターで食パンと同じぐらいの時間焼くのがカリカリになって美味しい秘訣です。はい、2日間の食事以上です。2日目の夕飯はママがこんな感じで用意してくれてたんですけど、食べずに寝ちゃって翌朝食べました。本当にこの2日間は最近の私の中で最も食欲がない2日間だったので、あ、なんでこの2日に食事記録取っちゃったんだろうなって思ったんですけど、食欲がない時はこんな感じの食事をしてます。あと、どちらの日も朝起きて本当にすぐに取ってないんですけど、プロテインをいっぱい飲んでます。そんな感じで、ちょっと食欲がない日もタンパク質だけはちゃんと摂るように意識してます。あんまりプロテインに頼りすぎちゃうのは良くないなって思ってるので、できるだけ食事でタンパク質摂ろうと思ってるんですけど、朝はプロテイン飲んでます。あと、この2日間に関しては間食はゼロです。あと水を飲むぐらいで。お腹空いた時どうしてるみたいな感じでよく聞かれるんですけど、できるだけご飯をちゃんと食べるようにしてて、なんかちょっと口寂しいからお菓子食べようかなみたいな、そういうことはあまりしないです。もう例えば学校から帰ってきてお腹空いたって思ったら、アイスを前までは食べてたんですけど、最近はもうご飯を食べてます。地球グミばっかり食べてるっていう風に学校の人にもみんなにも思われがちなんですけど、地球グミは動画の中でしか食べてないので安心してください。はい、ということで今回は私の土日のプライベートな食事記録でした。グッドボタン、チャンネル登録、コメントぜひお願いします。では、バイバイ。